私は。あれ？ここは、千葉学園？どうして、ここにいるの？動くな。あんたは、ケビン・カスラナ！君は虚数特異点を閉じようとしたが、虚数造物の襲撃により落とされた。君を受け止めはしたけど、その怪我は相変わらずひどい。空の律者の力は弱まった。これで君には猶予が与えられた。あんたが私を助けたってこと、どうして？ライデン・メイに感謝するといい。彼女が君を助けたんだ。長空師の心配はいらない。災害は終わった。彼女が君の代わりにこの都市を守った。何言ってるの？メイ先輩が？あとは彼女自身が説明するよ。彼女が来た。先輩、何があったの？その姿、一体どういうことなの？どうやら、もう答えは出たようだね。一緒に行くことにしました。あ、ライデン・メイ、ヨルムンガンドへようこそ。言ってるの？メイ先輩がヨルムンガンドに？メイ先輩、どうしたの？何かされたの？キアナちゃん、私は正気よ。これは私が決めたことだから放っておいて。どうして？冗談じゃない。そんなの認めないよ。ヨルムンガンドになんて行かせない。キアナちゃん、どうやら君にはまだ解決しないといけないことがあるようだ。話したいことを彼女に話すといい。しかしあまり時間はない。話したいこと？理由を教えれば私を理解し安心して離れられる。いいえ、彼女をより後悔させ、より苦しませるだけだわ。話したいことはもう心の中で何度も話した。キアナちゃん、あなたに出会えて、一緒にいろんなことを経験して、たくさんの思い出を作れて、私は幸せだった。あなたは好きなことをして、理想を実現させるといい。私は暗闇に向かい、代わりに、あなたを光に戻す。彼女に最後の別れを告げよ、ライデン・メイ。こちらの世界へようこそ。メイ先輩、どうして？メイ先輩、どうして？あいつらがしてきたことを知ってるのに。知ってるし、気にしてない。やった！やった！行かないだろ！
ここまでよ。ヒアナちゃん、もう終わり。
諦めなさい。やだ、絶対に行かせない。息も絶え絶えのくせに。私のこの拳で止める。いつもこう。体がボロボロなのに無理やりに笑う。あなたは私を、みんなを助けてくれた。なのに一人で全てを背負おうとする。自分の命をも犠牲にして。レイ先輩、それは私の使命だから。世界を救いたいなんて、そんなの分かってる。レイ先輩、でもどう耐えればいいっていうの。先輩、ダメ。私にとってこの世界なんかよりもキアナちゃんの方がずっと大事よ。その手を掴んだ時から私の運命は変わった。あなたは私の人生の中で一番大事な人。もしあなたを助けることが罪なら、その罪は私が背負う。さようなら、キアナちゃん。